定食屋さんのおにぎりモーニングにメロメロ。愛知県碧南市、住宅街の中にある小春屋さん。おはようございます。いらっしゃいませ。こちらは手料理にこだわったお店。特製のタレが決め手の名物唐揚げや、ジューシーな和風ハンバーグなど和食をメインとした定食が自慢。モーニングも和のメニューで。お待たせしました、おむすびセットです。おにぎりに味噌汁、焼き魚とほっと一息つける朝食セット。注文が入ってから握るおにぎり、肉厚の梅干しと自家製おかか昆布が具材です。赤味噌と合わせ味噌をブレンドしたコクのある味噌汁に、程よい塩味の焼き鮭、麦茶もついて550円です。名鉄三河線碧南中央駅から歩いて10分のところにありますよ。次はどんなモーニングに会えるかな。メーテレの朝の番組ドデスカでは、東海3県のバラエティに富んだモーニングを毎日1件放送しています。7時50分頃からの放送です。またドデスカチャンネルとドデスカの公式ホームページでは、これまでに放送したお店を紹介しています。ぜひご覧ください。